番最初にできた陸運墓地で、なおかつ一番でかい。それがこんな大都会のど真ん中にあるっていうのがちょっとびっくりですね。うわー、これはすごいな。何の音今の？ブーンみたいな。何の音？なんか飛んでた。ちなみにこの踏切の隣の踏切でもなんか事件あったんですね。あれ？ちょっと待って。モニーも気づいた。気づいてる？ん？これはあかん。これマジであかん。お疲れ様です。 3時半、はい、真田山陸軍墓地に来ております、はい、でこちらの場所なんですけど、はい、日本で最初で最大の陸軍墓地らしくて。お、そうなんや、はい、で、そのお墓の数が5100基以上あるというすごいと、まあ、軍人の服を着た、まあ、軍隊の霊が出るという噂ですね。大阪にも陸軍墓地あったんやってちょっとびっくりしましたね。これがまさかの日本最大規模、はい、一番最初にできた陸軍墓地で、なおかつ一番でかい。いや、すごいね。この近くはよく通ってたよ。そうなんですか。うん、全然通る、全然通る。こんなとこに陸軍墓地あんねんな。陸軍墓地はすごいのよね。過去にも行ったことあるけど、苦しくて入れないとこも中にやっぱありますから。それがこんな大都会のど真ん中にあるっていうのがちょっとびっくりですね。うわ、すごい。あ、なるほどなるほど。うわ、これはすごいな。全部っすよ。確かなんか明治時代からあるの。うわ、それすごいわ。綺麗ですけどね。はい、しっかり管理されてるんやろなっていうような状態。はい、インパクトはやっぱすごいよね。そうですね。知らん人多いと思うな。こんなど真ん中にこんなすごい数の陸軍墓地があるっていうのは。5000以上ですかね。これな。はい、こっちも全部すごいな。でかいっすね。広いっすね、敷地めっちゃな。あっちも全部やで。これやっぱりまあいますよね。何の音今の？ブーンみたいな。何の音？え？なんか通ったか。ここの心霊情報なんですけど、うん、ここに来た際に、まあ軍人からここに来るな、危ないって言われたっていう情報。まあ、軍人の霊です、はい、注意してくれるんや。鳥肌がすごい。なんか耳元でこうブーンってこのなんか通ったみたいな。うっすら見えてると思うんですけど、ほんまに住宅街のど真ん中の公園なんですよ。よく住んでる人も、あ、公園あんねやっていうのは知ってたとは思うけど、中にこれがあるとは思わないんじゃないですか。まあ、ここ一のやっぱ大きさっすね。すごい。あんな広いの。まあ、やっぱ近くで見てるのかな。ちょっとこの違和感はやっぱすごいですよ。はい、圧倒されますね。だからさっきの軍人さんがここに来るのは危ないって、はい、いう話があったんですけど、声は聞こえてないですけど、僕のこの耳持って何かブオンって何かが通った、結構大きいものが何か通った感じの、まあ、音やったんですけど、何かを伝えてるのかなっていう気がしますね。この場所に、まあ、いないわけがないっていう感じですね。もちろんもちろん、うん、すごいよ。その真ん中立った時のなんていうんかな、重さ。毎日ちゃんと人来てる気がするな。はい、で、こんだけ綺麗になってるんやから、まあ、管理ちゃんとされてるって感じですね。地蔵さんあるわ。ちょっと一枚写真撮らせてもらおうかな。失礼します。
奈良市面ホラーチャンネル。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？2っすね。驚きで圧倒された、そんな感じです。はい、お疲れ様です。おはようございます。首廃墟に来ております。まあここは首廃墟ではないですけどね。はい、はい、近くにあるんですよね。はい、はい、でこの場所なんですけど、うん、まああのその廃墟自体はもう火事で全焼しちゃっている場所なんですけど、隣にあるスパワールドで、まあお客さんがその廃墟の鉄塔かなんかプラプラしているものが見えるって言って従業員呼んだところ、まあそれは白骨化しただったっていう、まあそういう話があって、まあ首廃墟っていう名前がついた場所です。そうなんですよ、過去に2回あるんですよ。はい、まずまあこちらですよね。はい、それとにかくちょっと時間が遅すぎたので、ちょっとライトアップはされてないんですけど、普段はこれもあのもうバチバチ綺麗にこう映えますから、これ映えスポットね。はい、スパワールド、これですね。スパワールド、ちょうどのスパワールドって書いてるやん。温水プールになってて、はいはいはい。そこからこの下を覗くことができるの。で、首廃墟がちょうど見えんだけど、そこで首廃墟の第一発見した場所。奈良市面、ホラーチャンネル。今回の首廃墟は外から見ることしかできないんですけど、工事入ってるわ。これ以上先押しできないですけど、これなんですよ。はい、ちょうどこの木が邪魔して見えないんですけど、これ建物あるのは分かるでしょ。はい、ほんでこれ鉄骨像なんですよ。はい、なんか3階建てになってて、この3階のこの微妙に見えてるこの鉄骨、分かる？はい、あの鉄骨部分で首つっ、違う角度からも見れますんで、次そっちもあります。めっちゃ見えるやん、ほら、前より。ちょうど今このライト当てたら、ここ。ここで首つってるのが発見された。一度があった場所って二度あるっていうふうによく言われるんですけど、まさにここがそういう場所で、言うてめっちゃ人目につくわけやんか。はい、やのにここで2回あった。はい、でしかも一番気持ち悪いって思うのが、白骨化になるまで見つからなかったっていうのが。そこや。だってもうこんなもう丸見えやん。はい、みんなこの階段使うんやんか。はい、なんやだもうすぐそこ駅やから、みんなほんまこう通るわけよ。数年間釣りっぱなし。だるま、串カツだるま、誰でも聞いたことある。はい、の真裏にあって気づかない。スパワールド、大阪来たらもう大体の人が行く。でも気づかない。なんでっていうね。はい、それも確かに不思議よね。ちなみに、ゾゾゾの落合さんめっちゃ好きなんですよ。いつも言うてるけど、はい、落ち庵来てたな。落ち庵来てた。だから、はい、どうかなと思って。まあ、大阪紹介できるしね。そうですね。でも、大阪紹介したくてここに来たのか、ゾゾゾの落ち庵が来たから、ここ来たのかって、はい、どっちかって言われたら、もう8対2で落ち庵勝つな。落ち庵好きやな。落ち庵…私も見てくれてないよな。いつか、はい、落ち合うとしてしまう。落ち合うとしてしまう。待ってます。奈良市面ホラーチャンネル。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？あー、まあでも結構見えるようになってるからね。はい、まあちょっといろんな意味で、まあ、2っすかね。今日ちょっと2多いですけど、2でお願いします。はい。お疲れ様です。住吉平田神社に来ております。はい。で、こちらの場所なんですけど、この神社内で、が結構多くあったらしくて、その霊がこの神社をさまよっていると言われております。はい。はい。なんかちょっといつもと違うくない？そうですね。うん、何が違う？まあ、なんか、いつもより目が細いですね。うん。これあの笑ってるように見える？まあ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 、そういう風にも見えますね。うん、嫌がってるかな。はい。すごいもの見えたよね。はい。僕たちが一番恐れる、まあ立派な鳥居立てますよね、まず。はい。うん。その奥ね。何これ？ちょっとこっから見てゾッとしたんやけど。もう修行っすね。行きましょう。行きましょう。行くしかないですね。
マジで。うわ。は？これ赤いやつだっけ？これ以上のことあったと思うけど、はい、こんな一直線でこう見えたらあかん。絶対見えたらあかん。あそこまで行かなきゃいけない。そう。もう。行こうか。はい。ぬらしめホラーチャンネル。動画どうせ早送りないの？はい。はいはいはい。ああ、めっちゃ立派ですね。あ、出た。ああ。皆さんご存知ですか？まあ、大体これお参りしてここ来てお参りしてここ来て、はい、するもんやと思うけど、はい、だから僧侶のたまり場って言われてますね、はい、これがある場所はすごい人ここ100往復するんじゃん。これ行ったらやばいっすよ。ほんまにやばい修行道やん、はい、こんな、はいはいはい、よく見る。だからこそしてそうな気もするけどな。ですね。ほんまに願い叶えたりとかでなんかね、はい、まあ、本当に立派な神社なんですよ、はい、夜になってもちゃんとライトついて綺麗なかっこいい神社なんですけど、こっちっすね。あ、雰囲気ですなんか雰囲気違うよねっていう。後ろに立入禁止テープがあってるね。あー、ここ本当っすね。まあ、土砂崩れなのか、はい、何なのかはちょっと分かんないですけど、この場所でクッパが使ったんやったっけ。はい、この先の可能性はあります。ないことはないよね、はい、だって神社でっていう話や。はい、参道でとは書いてなかったもんな。はい、夜の神社手叩かんでいいねって。あ、そうなんですか。うん、手叩いたらあの起こしちゃうらしい。あ、まあ、木が折れてるんで単純に危ないよっていうことなんでしょうけど、しかもこれ木が折れてるのが何本も折れてるのかなと思って、両見たらこれ1本だけなんですよ、はい、ちょっとディエゴ、例えばこの、はい、祠で見えへんようになってるこの木、はい、でもしそういうことがあったとしたら枝を切るっていう風に言ってたよね、はい、考えられへんこともないから。そうっすね、1本だけやね。それが今集められてる。しかもちょうどまあ、神社でお参りした後なのか分かんないですけど、この祠で見えなくなってるんですよね。わざわざ祠の裏まで見ないですもんね、うん、見ない、まあ、可能性はないことはないよ。ここまで木が折れて厳重に立ち入り禁止してるのは初めて。ちょっと写真撮っておこうかな、あっち。うん、ぬらしめホラーチャンネル。特に変わったことはなさそうですね。まあ、けど本当になんかね、まあ、こういう通常の神社に関しては、まあ、夜の神社危ないと言われがちですけど、すごいね、ここに関しても、まあ、噂ではまあ実が過去にあったというふうには言われてますけど、いい神社って感じですね。すごいこのすがすがしい、夜に来てもまあ怖さ一つないという、そんな感じの神社っていう風に感じれましたね。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？まあ2っすね。2です。まあ、怖さはないんですけど、あの祠の後ろの、まあ、立ち入り禁止がどうもちょっと気になるなっていう、そんな感じですね。これな、これが一番怖いな。お疲れ様です。はい、半田道路の赤い橋に来ております。はい、
でこちらの場所なんですけど、うん、走り屋がカーブを曲がりきれずにそのまま谷底に転落するという事故が多発してるみたいです。まあ有名みたいですね。はい、まあ、今ここに車を止めてるんですけど、あのね、めっちゃ急カーブが続くんですよ。でちょうど S 字になってるカーブのところがもうえぐいぐらい事故跡あるんですよね。なのでちょっと撮影はね、ちょっと気をつけながら行きたいと思います。でライトを極力車に当てへんような、それこそちょっと事故につながるから。めちゃめちゃ事故ってますね。こんな破片とかもな、はい、もうだってここも見て、ここ2車線あるんですよ。ただこの2車線ヤンツーなんじゃなくて、これ両方一通なんですよね。はい、だから向こうもこっちも両方とも下りなんで、ここも大きくし、そうやな、ぶつかってます。このカーブで曲がりきれへんくて、ここでガーッていくんや。いやでも考えて、ここに気づいてるって普通に考えたらおかしい。だってこんだけの高さあんねん。はい、こんだけの高さないと車乗り上げてるってことや。はい、でそのまま突っ込んで、いやそうやって結構凄まじい。どうやって谷底に落ちるってこういうとこやな。はい、ハンナ道路の、はい、赤い橋っていう名所なんですけど、はい、おそらくその橋このことなんですよ。下から見たら赤いんかな。手すり自体は白いけど、ちょっと車通ったら怖いもんな普通に。そうっすね、ホイールとか落ちてるやん、ホイールとかね。いやこれすごいな、ホイールカバー落ちてるのがすごい生々しいな。しかもこれも落ちた一発やわ、高さ結構あるで。はい、あー 40m ないぐらい。で、凄まじいのがここなんですよ。ここに関してカーブじゃなくて、まあまあ直線なんですけど、おそらくあそこカーブなんですよね。はい、そこからあのもう滑ってそのままずっともう曲がりきれへんくてもうガシャン。この曲がり方とこの残骸がすごいですね。これえぐいな。はい、すごいちょっと生々しいんですけど、スーツライト残ってますね。戦闘も耐えたよな。その跡があるわ。ガードレール取れてしまってこっちまで来てますから。いやちょっとこれは生々しいな。土がちょっと黒く見えるんで、もしかしたら焼けたんかな。こんなとこで事故起こしたら玉付け事故とかにはなるんじゃないですか。いやもちろんもちろんですよね。うん、車ここで止めるんだけでも危ないわ。あまりにもここのなんていうのかな、事故が多すぎてのさ、ガードレールが通常やのに、ここだけちゃんと鉄骨の手すりになってるから、ね、やっぱここが一番多いんやろな。ああ、そうやな。やっぱあそこ見たら分かるけど、手すり急に変わってるやろ。はい。もともとガードレールがずっと続いとったよね。ガードレールじゃ防ぎきれないからって感じですかね。やっぱ思うわ。そこにもだって見てみ、ほら、バンパーみたいなの押してんもん。やっぱ多いんやで。こんだけだって今全然見てないのにパッて見ただけで一回落ちてる。そこもそうや。はい、いろいろ落ちてるってことは1回2回じゃないよね。そうですね、頻繁に落ちてるっていう感じやよね。一番気になるのが、はい、あのミラーね。ミラーもあれちょっと何これ、見てこのミラー、ぶつかってるよね。はい、こんなとこどうやってぶつかんねやろな。もしかしたら車体が飛んで、はい、1回転してぶつかったとか。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか。まあ3っすね。はい、ちょっと生々しさと頻繁に起こりすぎっていう、はい、その感じがリアルに伝わってくる場所ですね。はい、まあ、くれぐれも通るぐらいにしてください。ここ車止めるの本当危険です。はい、楠木正面の井戸、こちらの井戸が通称ですね、首洗い井戸でございます。昭平3年南朝方であった楠木正面、正時兄弟、こちらがですね、河野諸直率いる北朝の大軍の戦い、一族老徒数十名が討ち死にしたと伝えられ、その討ち死にした楠木正面の首が現れたのがこの首洗い井戸だと言われております。途中からディエゴになってたか。はい、ゾゾゾのナレーションの方ですね。です。こんにちは、ゾゾゾです。ゾゾゾでございます。奈良市民ホラーチャンネル。平岡神社。
はい、よろしくお願いします。こちらですね、はい、楠木正綱、はい、ゆかりの井戸、はい、中映せます、どうぞ。これだけなんですよ、はい、ただここに来るのに、まあ、ハイエースで、はい、シュッと来れる場所なんですけど、はい、15分、20分、いや30分、はい、分かんないですけどすごい時間かかってこれです、はい、でももう本当にだらしめホラーチャンネルを昔からご覧の方はもう知ってる、さすがに覚えてると思いますけども、神社でこの井戸があるっていうのは基本的にまあこれ普通です、はい、ただこの井戸をそのままにしておくとこれとんでもないことが起きてしまうんですよね。もうなんか動物霊の巣窟っていうふうにも言われてますので、ちゃんとですねこういう鎖があって、はい、で蓋もされている、これ蓋をされているっていうことはちゃんとですね、ここの住職さんがこうナムナムってやって、しっかりもう管理されている時点で、今はこの神聖な場所となっているということです、はい、なんでここに来たかっていうことですね、はい、落合さん好きだから、はい、落合さんが来るんやったら、はい、これかな思って来てちょっと見てみてんけど、はい、落合さん映ってなかったから、映ってなかったですね。あります、次のシーンでしたね。そうですね、映ってたらここの恐怖レベルはどれぐらいですか。1です、はい、落合さん好き。落合さん、なんか繋がってる画面の真ん中に電柱が立ってるの見えますか。こちらが有名な人面電柱と言われております。全然似てない。モノマネ難しいな。難しいですね。これやな、はい、はい、これね、はい、どれか全然分かれへんけど、でこちらの人面電柱なんですけど、まあ、交通事故で亡くなった方がいたんですけど、まあ、その方がこの電柱の間に挟まったらして、その血がこの電柱に染みて呪われた電柱となったみたいです。なんか顔が浮かび上がってくるみたいですね、はい、確かにね、この人面電柱はめちゃくちゃ有名なんですよ、まあ、その交通事故でいうと、まあ、全国的に電信柱って言ったらもう基本的に多いとは思うんですけど、はい、なぜかここの人面電柱だけ大阪の心霊スポットに必ず貼ってるというのが有名なんですよ。実際にじゃあ顔が浮かび上がってるのかって言われたらね、ないんですよ。雨の日に出るんやったけど、なんかの日に浮かび上がることがそういう風に見えるっていう感じやと思うんやけど、まあ普通の電柱ですけどね。そうやな、何もおかしいことは一つもない、はい、ただまあなんでここに来たか知ってる。ここちなみになんで来たんですか。落合さん好きやな。それだけです、はいはい、ここの恐怖レベルはどれくらいですか。1ですね、はい、お疲れ様です。こんばんは。丸善踏切に来ております。はい、でこちらの場所なんですけど、この踏切で、飛びする方が非常に多い場所として言われております。なるほど。心霊現象の噂としては、子供の霊が見えた、女性の霊が見えたなどがあります。まあ、だからその心霊現象の女性の霊と子供の霊っていうのは、その人身事故に絡んでるのかな。多分そういうことですね。ちなみにこの踏切の、はい、隣の踏切、はい、でもなんか事件あったんですよね。そうなんですよ。隣の踏切が安中踏切っていう踏切 で、うんうん、でそこではなんか、八尾市闇金死事件っていうのがあったらしいです。まあ、事件の内容はあんま分かんないんですけど、うんうん、まあ、結構大きな事件があった場所として、そこも心霊スポットとして言われております。なるほど。でもう僕の今真横にその踏切があるんですけど、僕まあ今はそう変わってきてるって言われたらもうそこまでなんですけど、まあ、僕大阪住んで、もうだから34年目になるんですけど、大阪ももうこういう風になってるんやというか、この場所やっぱほんまに心霊スポットなんやなっていう、まあ、それが分かりやすい場所というか、映してください。ブルーライトなんですよ、はい、これね本当にね、大阪の踏切でブルーライトって結構僕の中では珍しいんです。なかなか見ないんですよ。なのでブルーライトを使ってるということは人身事故だけじゃないってことなんですよ。そうですね。すなわちもうここの踏切で飛び込んだ、はい、そう解釈しますね。
こっち側もまあブルーライトついてるんですけど、もうめちゃめちゃ細い踏切やけど、電車からしても、あれ？ちょっと待って、ほんまに今気づいた、気づいてる？ん？あ、全然気づかなかった。丸善地蔵尊っていう。なるほど。地蔵尊。あ、待って、書いてるわ。この踏切で多くの命を落とされた方々の霊をお慰めして、私たち日常の交通安全を願って、なるほど、交通安全の地蔵さん、守ってくれる地蔵さんですね、はい、ダイレクトにこの場所っていうことはやっぱりそういうことでしょう。そういうことですね。書かれてますもんね、この踏切で多くの人の命が落とされた、ほんまにこれ歩行者専用、もしくはもう自転車が通れるぐらいのこの幅なので、はい、いきなり飛び出されても無理ですね、絶対。なかなかですね。で、以前の動画で末吉さんも言ってましたけど、こういう場所でもしも人身事故があった場合っていうのは、はい、例えばここで、まあ、体の一部ですよね、はい、例えばそれが髪の毛であったとしても、何であったとしても体の一部が、ここに残ってる場合、その場所から動けなくなってる、そういう状態らしいので、出てもやっぱおかしくないって言ってましたね、はい、ただここに関しては、うん、これ以上は何もちょっとできないので、はい、ちょっと久しぶりですけど踏切の定点カメラ置いていこうかなと思います。奈良市民ホラーチャンネル、そしたら一つ目の定点カメラ、ここに置いておきます。二つ目はこちらにセットしておきます。奈良市民ホラーチャンネル、はい、ということで定点カメラ終わりました。でも何か感じるものがあるかどうかで言ったら、正直これ分かんないんですよ。ただちょっとね、やっぱ普通じゃないんやろなっていう、なんかそういう空気はなんか若干感じることができてるんじゃないかなっていう思いますね。雰囲気に結構僕も飲まれてるんじゃないかなっていうような感覚ですね。はい、この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？2っすね、はい、ちょっとやっぱ違和感はありますね。次行きましょうか。高齢術の時間がやってまいりました。ブラッディメアリー、ブラッディメアリー、ブラッディメアリー。いや、これで乗ってきたらほんまどうしよう、マジで怖いんやけど。一緒に降りてきた、乗ってたってことなんですよ。ましたけどね。やめろって。嘘やろ。皆さんこんにちは、ヤーカズです。いつもご視聴ありがとうございます。全国ツアーもいよいよスタートとなりますし、奈良市民は今後いろんな企画をやっていきます。ただですね、奈良市民だけではできない企画もたくさんありますので、リスナー様の協力も必ず必要となってきます。なので僕がですね、情報発信をしているインスタグラム、そしてツイッター、こちらのフォローだけお願いします。で、アカウント情報なんですけども、概要欄に載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索。では今回も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。ドン。